皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋貴子です本日のテーマは1年間の売り上げを最大化する行動を賛成ということについてお伝えしていきたいと思います、えー、クライアントさんとお話をしているとですねその方が新しい例えば事業をするとかあー新しい講座を作るとか、まあ、いろいろなシーンでお話をするんですけれどもその時にですね その方の優先順位が本人が決められなくなっちゃうケースとかあるんですよ例えば思い入れがあるけれどもそんなに単価は高くない講座とかうん高単価なんだけど集客の難易度が高くて再現性がちょっと難しいなと思っているような講座とか、まあ、その方の事情に合わせていろいろと状況が変わってしまうんですけれどもこれをですねあのどの優先順位で しっっっかかりやてていくかっていいくうのを最初にきちんとと決めないとですねどういうことが起こるかっていうと結構たくさんの講座を立ててしまっていわゆる貧乏暇なしの状態になってしまう方とかも結構いらっしゃってでその時に私がいつもアドバイスをしている基準が3つあるんですよこういう行動にしていった方がいいという、まあ、基準値とか考え方とかもちろん私自身もそういうふうにして自分の授業を整理する時に整理してます。 でないとですねやっぱり新しいことをやるときには、えー、とキャパシティいっぱいのところには入れられないんですよね何か捨てるとかやめるっていうふうにすると新しいものを入れて動かしていくことができるので、まあ、その繰り返しになるんですけれども大概女性の方あの全般を言うわけじゃないんですけれども、まあ、この辺りが上手じゃない方が多い。だから私が いつもお話を伺って優先順位をこれとこれとこれって言って切ってもらったりとかしながら進めていくケースとかが多いのでそのお話をしていたりしていますはいですので、えー、と今日のテーマは1年の売り上げを最大化する行動三選このことについてお話をしていきたいと思いますでは本題に入ります、えー、とまずですね行動三選何なのっていう話なんですけどまず一つ目は、えー、と単価の高い 講座ないしはビジネスを選ぶっていうのが1つ目ですで2つ目は時間が短い講座とかビジネスを選ぶっていうことですねで最高なのはタンクが高くて時間が短いのこれ一番いいのこれ番ですあとは、えー、と3つ目は月額会員的なサブスクの仕組みをちゃんと作って低単価でも人数多く回すっていうこちらを 一、まあ、つ持っておくっていう、この三つが、えー、必要なものになります。では、一つ一つ見ていきたいと思います。えー、とまず、一つ目がですね、えーと。単価が高いものをやっていくっていう。これは多分ですね。普通に考えて、皆さんもそうするはずなんですよ。単価が高いということは、一時間働いて千円の仕事なのか、一万円の仕事なのかって言ったら。 1> ま1万の仕事の方がいいわけじゃないですか？で、さらにその1枚の仕事の中でも、えっ、ー、と利益がどれぐらい残るのかをやった上での1万円っていうことになりますね。例えばえっ、ー、と物販で仕入れて流して売るみたいな形のもので、利益をあまり乗っけられないような商品を扱っている場合ですね。例えば1万円って一瞬見た。目高いんだけれども。 仕入れが5割とかで50%で,でそれに関わるいろんなものとかやっていったら実は利益は2割しか残らないっていうこの1万円っていうのはあんまり意味がなくってほとんど利益になるようなコンテンツ販売とか知識を売るようなものとか物販ではないようなタイプのものは利益が残りやすいので、まあ、いわゆる単価が高いって言ってもちゃんと中身まで伴った単価が高いものほぼ利益に。 直結しているような内容のものこれをまず一つはピックアップする必要がありますでえー、っと単価が高いと当然難易度とかは高くなってしまうので集客の難易度とかはねあだからそれがどういうタイプの人がそれなら買ってくれるのかっていうのを常に理解してでその方たちに近いようなコミュニティをもともとそもそも持っている方がいい ですよねはい、例えば私の場合だと教室の先生に対して主に、えー、コンサルもそうだしコンサル養成を育てる講座も教室の先生に特化をしているのでそういったものを打っていこうと自分が思うのであればやっぱ教室の先生に役に立つ情報発信というと教室の先生集まってきますよね。あと教室の先生に向けた何かかコンテンテツとか えー、セミナーをやりますっていうとそういう人たちが近くにいたりすると普段からお付き合いができるっていう状態になるので、うん、普段からですねお付き合いをしているようなケースの時には、えー、信頼もされるので高いものでも売れていきやすくなります、はい、なので自分の環境がどうっていうのはあるんですけども高単価のものを売りたいって言ったらもう信頼関係がないとまず売れないのでメルマガでも LINE でも。 あのどちらでもいいんですが、まあ、そのコミュニティ作ってフェイスブックグループとかでも構わないんですが、えー、その中で売れていくっていう仕組みをやはり作った方がいいのでまず単価が高いものを優先にした行動計画それが SNS なのかいろんなものも含めてですねこれまず一つ目ですでもう一つは二つ目は時間が短いもの短くて成果が最大に出るもの最高なのは単価が高くて時間が短いのこれが最高になります で時間が短いと何でいいのかっていうと、まあ、例えば同じものをやったとしても1時間で終わるものと10分で終わるものっていうものだったら当然10分の方がいいわけじゃないですかであと、その10分が6倍,だ6倍にすることできますよね1時間だとだから時間効率をどれだけ上げていくかっていうことも自分のスキルを磨くとか例えば私えっと グラインドタッチですね。これ結構ね昔練習した時期があったんですよ、まあ、今それ以上に速くなるように練習まではしてないんですけどねなぜならばあのそれをマスターしておくと何も見ないであの手元見ないでどんどん文字を打っていくことができるというのは作業効率がめちゃくちゃ上がるからっていうことですねあとは入力にコツはあるんですけれども音声を入れて文字起こしするっていうのも まあ一つの手ではありますよねあの丸とか開業とか上手に指示しないとそういうふうに書いてくれないケースとか多いですけれども、まあ、そういったあの手がね今一とつっていう人はそういう音声メディアを最大に使うっていうことをしたとしてもとにかく一つの作業がどれぐらい短くできるかっていうのは普段から心がけてほしいんですよねできればタイムトライアルしてほしいぐらいです。はい、例えばじゃあ,あなたは えー、1500文字のブログ何分で書けますかって私が言ったら即答で答えられるかっていうことですよねそもそも1500文字とか意識してないしとか3000文字とか意識してないしとかって言うと答えられないですよねこれを答えられないということはやはり時間を意識して書いてないっていうことなんですよね私は3000文字をえっ、ー、と構想とかタイトルとかがもう決まっていて一気に書き出すっていうふうにやるとだいたい1時間 1>, から1時間半以内ぐらいで書きます3,000文字から5,000文字ぐらいだったら。でそれはあの文章の構成がどうとかめちゃくちゃ考えてると時間かかってしまうのででそれができない方っていうのは大抵 <laughs> その何をするって骨格もできておらずタイトルも決まってなくてさてどうしようって言ったら1日終わりましたというお話も。 よく聞くのであの常に1つの作業が何分かかっているかを理解して次回やるときにはもっと短くできないかって工夫を常にしていくっていう時間が短いことっていうのも、えー、ポイントにするお仕事の仕方っていうのは必要になると思いますそして3つ目ですね、えー、とベースになる月額会員制を持っておくということですね。私もオンンンラインサロンを持ってます この上8年目とかにな,りなるんですけれども試行錯誤しながら作ってますはいあの人によって低単価大人数の、えー、コミュニティが合う方と私は高単価少人数の方が好きなのでそちらでやっているんですけれどもあのこういったベースになるものがあると,、えー、とさっき言った1番と2番高単価で時間が短いもの例えば3ヶ月養成とか養成講座とか あの短期間で売り上げがガッと上がるような特別レッスンみたいなものをポコポコ入れていくことができます。で、これができると結局あのベースになるものがあっての上乗せっていうのができていくので、すごく効率よく働けるんですよね。で、この月額会員のはサブスクになっているような形で。 自分の時間がなくなっていくタイプのサブスク私はセッションが入るとなくなっていくんですけど動画とかを見ることで自分で学習しながら進んでいくことができるよっていうタイプの、まあ、動画コンテンツを視聴するようなタイプのサブスクとかは休めでもいいじゃないですか1回作ればずっと見ててもらえるわけですからでそういうのを作ってみるとかっていうのも考えるのも一つです。でですので優先順位が 高くて時間が短いものはまず優先順位高いのとあと月額会員に準ずるような1回作ってしまったら、えー、それがお金が入り続けるような動画コンテンツとかあとは来月の集客をすることもなく毎月サブスクで落ちていくのを大会する方はもちろん大会するんですけれどもそれができるような状態にしておくっていうのがやはり1年の売り上げを最大化する行動になります。とということは、 この内容に沿ったものの講座のじゃあ例えばセミナーをやるとか SNS の発信をするっていう時間のかけ方もその講座が制約するように時間をかける方がいいのでど別の幕なしにただ SNS やってるだけだとあんまり意味がなくてですねそのどこにメリハリをつけて講座に時間をかけるかこれが結構できてない人が多いですはいなので あの趣味的に楽しいからやるはもうこの計画の中から度外視したところででででやれればいいのでそれでいいですあのそす心がね高いの売ってるとギスギスしちゃうっていうタイプの人もいるのでそういう人は安くてもう多人数の好きなものをやったらいいただきちんと収益が立ってないとそのボランティアでいいようなやつっていうのがあ持たないので、はい、だからあーまずはベースになる売り上げをしっかり確保して。 その上で好きなことをやるっていうのが私の基本的な考え方、おすすめのやり方です。はい。ということでじゃあ本日のまとめてをしていきたいと思います。1年間の売上を最大化する行動3選。えっと、1つ目は、単価が高いものをに対する、えー、単価が高い講座に対しての努力を注力するということですね。2つ目、時間が短いものに対しての えー、講座に対しての努力を注力するっていうことですねで3つ目が月額会員サブスクで、えー、集客なく毎月お金が落ちていくような仕組みのところに人を落とし込んでいくこれを、まあ、同時並行的にしっかりやることができると1年間の売上って最大化していきますなのでそれぞれの皆さんにね難しい部分はあるのかもしれませんがあのざーっとざーっと売上構成費見て うん、少ない時間でやっぱ稼げるところに一番力を費やした方がいいと思いますので是非計画上のご参考にしてみてください。それでは